リコッタアルフォルのリコッタをオーブンで加熱したもの。リコッタは南イタリアで作られる乳製チーズである。再び煮たという意味の通り、チーズ生成過程で生じたホエーを再加熱して作ったものである。リコッタは非常に古くから作られている乳製品である。エジプト人やシュメール人の時代から始まりギリシャやローマの時代にも多く使用されていた。 元々は羊乳を原料とするチーズを作った時に出たホエーを使っていたので、イタリアでは羊乳製、ヤギ乳製、水牛乳製、混合乳製など多様な乳種のリコッタが存在している。しかし開放的な環境で作られる乳製品ゆえに日持ちせず、輸出には適さない。 そのため日本に輸入されるものは大規模工場で生産されクリームを添加した牛乳製が大半である。近年日本では小規模チーズ工房を中心に様々なリコッタを作る試みがなされておりフレッシュなリコッタを手に入れることも可能になってきた。滝にまたはガスの直火もしくは蒸気を保衛に通し80摂氏90度ほどまで加熱することでチ,チアルブミンを 主とするタンパク質を浮かび上がらせ、その凝固物を専用のカゴザルもしくはチーズクロスで水分を抜くという、生成過程から、タンパク質チーズと呼ばれることもある。乳糖が多く、脂肪分が少ないのでほんのり甘く、さっぱりとしていて、裏ごしした豆腐のような食感を持つ。そのまま食べたり、サラダやパスタなどの料理に使ったり、チーズケーキ、スフォリアテレ 反応炉などの菓子の材料にも使われる。移動牧畜を行っていた羊飼い、牛飼いたちが日持ちのしないリコッタを市場へ運ぶため、イタリア各地で様々な工夫がなされ、今日では牡蠣のような様々なリコッタバリエーションが存在している。リコッタフレスカフレッシュリコッタサラータ塩漬け、リコッタアルフォルノオーブン焼きリコッターフミカータ、 燻製リコッタフォルテ瓶詰め熟成ミルクそのものを加熱しレモンやス、ビネガー、酸性化したホエー等を添加し凝固したものをリコッタと呼ぶこともある。ホエーを原料とせず味わいも異なるため厳密にはリコッタではないが手軽に家庭で作り楽しめるため人気がある。日本では2015年10月より種類別名称がチーズから七または 乳製品を主原料とする食品に変更された。ありがとうございます。